皆さんこんにちは、ナッシもこんにちは。本日もよろしくお願いします。お願いします。本日はミッションインポッシブル最新作デッドレコニング見てきたよ編ということでお願いします、はい、お願いします。で、まあ多分これを配信してるときは、まあ、公開から1週間以上経ってるとは思うんですけど、はいはい、まあ、とはいえね、なんかこうあんまシリーズ知らなくて、なんかどんな感じか知りたいだけっていう人もいると思うんで、ネタバレ的なやつは後半に取っておこうかなと思うんですけど、はいはいはい、まあ、ぶっちゃけ言うとね、なんかこうネタバレもクソもないかなっていう気もしますけど、まあまあ確かにねというわけで、まあ、やっていきたいんですけど、まあ、ちょっとその前にこう軽くこうミッションインポッシブルシリーズのちょっとこうね復習的なことを、おまとめ画像じゃないですか、まとめをちょっと作ったんで、見てほしいんですけど、で僕これ我ながらいいサブタイトルだなと思ってるんですけど、こうミッションインポッシブルを一言で言うと、というところで頑張るイーサン走るトムだと思ってるんですよ。確かになかなか語呂も良くないですか。確かに語呂もいいですね。働くおっさん的な感じでこう頑張るイーサン懐かしいな、走るトムっていう感じで、まあ、今ここに書いてるのがね、今回はもう7作品目なんですね。そうか、7個目か。そう、結構じゃないですか。結構だね。で、まあ、どんな作品かっていうのはこれは完全に僕の主観ですよ。これは僕の主観でどういう認識を一言で言うとみたいなところでね、うんうん、とか ここが思い出深いなみたいなところを、このどんな作品かっていうところで書いてるんですけど、はいはい、まあ、真ん中のね、第、まあ、3つ目、ナンバリング的にね、3つ目、4つ目がちょっと赤くなってると思うんですけど、はい、これはなんか個人的にお気に入りの回って感じですね。ああ、そう、3、4が、そう、インポッシブル3と、ゴーストプロトコルが、皆さん、お気に入り。そうっすね。で、今回、この監督を整理して思ったんですよね。あ、俺、やっぱ JJ エイブラムス好きなんだな、みたいな。なんか手堅いの作るのでおなじみの JJ エイブラムスじゃないですか。そうだよね。なんかちゃんとエンタメに仕上げるぞ、みたいな感じ。うん。安心だよね、JJ エイブラムスの文字を見ると。そうね。まあ、最近の代表作だとね、スター・ウォーズのエピソード7とかでね、なんかこう、うん、無難にまとめてきたな、みたいな評価がありましたけど、そう、なんかこう、うまいことね、まとめるな、みたいな感じでおなじみの。ジェイ・ブラムスの3作品目は、うん、あ、もう2006年かとか思いつつ、なんか、あ、やっぱあれ面白かったよなっていう。で、これもね、サブタイトル、私の中の爆弾っていう、まあ、元ネタは私の頭の中の消しゴムから撮ってます、うんうんうん、頭に爆弾埋め込まれるぞみたいな、ね、はいはいはい、そうだそうだ、面白かったね、あれ。そうね、まあ、もう公開からね、まあ、もう16、17年経ってるんで、もう今更ね、ネタバレもクソもないぞっていうところで、ちょっと今回出してますけど。で、まあ、軽く ね、軽くまあシリーズ振り返ると、最初代はね、こすられまくりの伝説の始まりって、ね。あれ、もう子供の時だからかもしれないけど、めっちゃ面白かったな、最初。やっぱほら、こうワイヤーに吊るされて、こう、地面につかないようにみたいなやつが、まあ、なんかもはやアイコンと化してたりするじゃないですか。これ、それ一作目なんだっけ？あれ一作目。それがある。あ、そうなんだ。またそういうなんかもうその後のいろんなところでこすられるようになった、まあ、伝説の始まりかなっていうね。そうだよね。まあもともとね、なんかテレビシリーズがあったりとかっていうのはあるんですけどね、スパイダイソン。で、2は、ちょっと007っぽいというか、こうちょっとなんか ロマンス強めな感じもちょっとある感じで、はいはいはい、シリーズの中では個人的にはね、ちょっとこう異色、まあ言い方変えるとちょっと癖強かなと。まあぶっちゃけあんまって感じ、あんまって感じの回ですね。で、まあ、3と4が、まあ、個人的に好きな回で、まあ、3はね、今ちょっと話しましたけど、まあ、4は有名なのが、ロシアのね、クレムリン の、うん、宮殿が爆破されたりとか、まあ、その後、うん、ブルジュ・ハリファっていうドバイのめちゃでかい高層ビルで、スパイダーマン的なね、ことをやって。ああ、登るやつだ。そうそうそう。キャポキャポ。僕はその後砂嵐、なんか砂漠でね、こう、砂漠でひたすら頑張って走るトムが大好きなんです。あそこは僕の中で頑張るイーサン走るトムの最上級って感じです。で、5作目のローグネーションは、まあ、からね、ローグネーション、フォールアウト、デッドレコニングが、ま、同じ監督のクリストファー・マッカリーさんっていう。うん、まあ、5が、冒頭のね、飛行機につかむつかみのシーンというかね。スタントなしでやりましたよみたいな、うんうん、あとはまあ非常にこうスカッとするラストを迎えるっていう感じですね。まあ、これはさすがにちょっと、まあ、見てない人もまだいるかなと思うんで、ちょっとここは言わないですけど、うんうん、ラストは本当
スカットジャパンって感じで。まあ、ジャパン関係ない。って感じですね。で、6は、フォールアウトね。これ、個人的にはね、まあ、6もあんまりって感じなんですよ。ああ、そうなんかね、いや、ここ無駄だなとか、なんか、これ、何のためにこれやってたのみたいな、なんかそういう、ちょっとツッコミが、はいはいはい、入るところなんですけど、まあ、どうやって記憶するかって言ったら、まあ、第6作品で、MI6 が出てきますよって、あのイギリスの、はいはい、はい、あの007が所属してるとこですね、MI6。あと、あの、6分間のね、息止めシーンがありますよ、みたいな。これ、最後の方にあるやつですか、6分間の息止め。なんか、あの、何侵入、そうそうそう。デカ装置に、ああ、あれか、あれがフォールアウト。なんか、スイッチをどうにかするために、みたいな感じ。まあ、でかね、こうなんか6をこう無理やり3つ並べてこう記憶するみたいな感じです。はいはいはい。そう受験生の覚え方みたいな。そう。6作品目は MI6 ができてきて、6分間の息止めがありますみたいな感じのやつ。まあ6分以上と言われてますけど、うん。で、今回の7作品目っていうことですね。うん。っていうところで。で、僕、今日、平日の昼間に行ったんですよ。はいはい。平日の昼間って、まあいつもはだいたい空いてる回なんですけど、うん。これがね、混んでましたね。ああ。僕のところは、うん。やっぱり人気があるんでしょうね。なしどうでした？あ、混んでます。私も今日の夕方、うん、4時5時の見たんですけど、うんうん、結構混んでましたね。で、そうね。まあ、うんうん、おそらく若干ね、これから僕は苦言めいたことも言うかなとは思うんですけど。はいはい。若干。ただ大前提として、うん、一応、インポッシブルは、いい作品ですよ。まあ、大変です。だし、トム・クルーズは歴史に残る偉大な俳優ですよ。そうですね。だそのトム・クルーズの頑張ってる姿、ね、頑張るイーサン、走るトムを見れるだけでも、大満足という前提のもとに、やっていきたいなというところですかね。確かに、そうですね。というわけで、まあ、僕はなんか今、ざっくり言っちゃいましたけど、ナッシーはどうでした？私はね、面白かったです、デッドレコニング。うんうん、すごい面白かった。あ、うん、本当、どこら辺が面白かったですか？なんかね、なんだ、こんな、久しぶりにこんな頭空っぽで見れたなっていう、うん、そういう映画体験として、スカッとした部分があるんですよね。うん、ただ、これの問題はさ、これちょっと後で話そうかと思ってるんですけど、まあ、今回ね、うん、あの、まあ、もう公表されてるんであれですけど、うん、戦後2部作じゃないですか。はい。その点はどうなんですか？もうナッシーはなんか2部作は滅びろぐらいの勢いじゃないですか？いや、もう知った時はマジか出たよ、またかよ。ちょっと、どうなんですか、そこは。また快感の足か、見終わった後のって思って見始めましたけど、でも、うん、あの、切りのいいところで切ってくれてる感じがして。なるほどね。うんうん。まあ一応解決したところでって。うん。その全体はなってないけど、うん、最初に設定した問題は、なんとかクリアしたぜってところで、うん。あの区切ってて、すごい良かったですね。うん、そのなんか気にならなかった。その不完全燃焼にはならなかったです、私は。で、まあ、大前提、その、まあ、こう各回ね、いろんな設定はあるんですけど、大前提として大きい、抽象的にね、考えると、スパイという、ま、言いますか、エージェントというか、うん、トム・クルーズが、うん、作戦を駆使して、不可能なミッションをやるっていうのが、うんまあ、ミッションインポッシブルの大きい構造ですよね。そうね、不可能を、うん、可能にっちゃうっていうところね。で、まあ、毎回ね、こう、謎の組織とか、謎の敵とかがいてっていうのって考えるとね、まあ、その中身が変わるだけなんで。まあね、そうね。ネタバレもクソもないんです。そうそう。だ今回もトム・クルーズが頑張って、今回も走ってましたね。今回も いろんな意味で走ってけど。走って、あの、謎の組織を打倒するっていう、そういう話ですよ。まあね、そうなんで、私もね、その理由でほとんど映画館で見たことなかったんですよ、ミッションインポッシブルって、うんうん。どうせ、変な話だけど、うん、どうせ同じだから、うんうん、飯食いながら、家で DVD とか借りたり、うん、オンラインのストリーミングで見ればいいやと思ってて、うんはいはい、で、今回、こういう風に話してるから、劇場に行ってて、やっぱり劇場で見るミッションインポッシブルって、っていうのが良かったんじゃないかなって思いましたね。どうですか？まあ、普段こう、まあ、家で見てたぜとしては何が違ったとかあります？なんだろう。あのね、アクションが面白かった、私は。ああ、はい、はい。で、特に最後の、ちょっとネタバレになっちゃうけど、うん、具体的には言えないんですけど、一つ一つの、その、
どの映画でも一つのアクションでもうハラハラがあってっていうのは守ってると思うけど、うんうん、この感じが上質だった気がする。うんなるほど、ね。楽しめる感じになってた。ちなみに今作はよ、今作は、うん、アクションシーンから考えたらしいっすよ。あ、そうなんだね。いいじゃん。なんか、バカ映画っぽくて。そう。いや、もう、本当によ、本当に。だから、そう、トムとか、この、監督のマッカリーさんとかが、いや、こんなアクションやりたいよね、つって、あとでストーリーを足すみたいな感じらしいよ。いや、面白かった。どれも、効いてるよね、味が。ちょっと、スパイスが効いてるというか。このネタがちょっと変えてきてるみたいな。普通のじゃないみたいな。はい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 。っていうふうに私は感じて、よかったですね。うんじゃあまあ、ざっくりとした感想は、ここら辺までってことで、まあこの先。ヨシさんどうだったんですか？あ、僕もさっき言った通りです。まあ基本的には。あれが、うん。基本的にはあれですけど。具体的に詰めていくと突っ込みどころみたいなのが出てくるかもなっていう、そういうあれなのかな。まあそうね、突っ込みどころとか、まあちょっとこう、いや、ここはこうした方がいいんじゃないかなみたいな。あ、でもね、良かったところ言うと、良かったところちょっと先に言っとくとね。うん、はいはい。まあ言うても、御年61歳とかじゃないですか。で考えると、で、まあそれも含めてなんですけど、こう、今回の、その、デッドレコニング。うん。まあ、イーサンこと、トムの、表情的にね、かっこ悪い瞬間っていっぱいあったと思うんですよ。うん。そこが、その、かっこ悪いんだけど、かっこいいみたいなところが出てた。ああ、なるほどね。稀有な映画だなと思いましたね。そう。確かにね、その、もう、表情が崩れざるを得ないアクションシーンみたいなところも、そうそう。ちゃんとの顔によってね、切って、それで。あるし、まあ、あとその逆境のシークエンスとかあるじゃないですか。ちょっと、うん、追い込まれてるシーンみたいなところは、なんかもう、うん、すげえ情けない顔はしてるんですけど、うん、でもそれでもなんか、ああ、すげえいい表情してんなって、こうなんかこう、かっこ悪いがかっこいいっていう、その感じ。やっぱりかっこよかった。かっこよかったね、トム・クルーズ。そうね。さすがだなって思う。彼のフィルモグラフィーも含めて、そのかっこよくいじめ出てるような映画だったなと思いますね。うん、もうその時点でもう、まずはもう大満足というところです、ね。じゃあ、さっきのナッシーのラストシーンのなんかアクションシーンも含めてちょっと確認、必要に応じて、もうなんか、全体の流れはね、さっき言った通り、トムが頑張って悪の組織と戦う話ですよ。そうですね。っていう、ネタバレはもうそこまでですけど、あとはちょっと必要に応じてね、その詳細をちょっと話していければいいかなと思います。うん。はい。それじゃあ、ちょっとネタバレありもいい人は、この先もぜひ聞いてみてくださいというところで、ここまでありがとうございます。ありがとうございました。というわけで、まあちょっとね、必要に応じてちょっとネタバレしつつ話していこうかなと思うんですけど、うん、今回シークエンス的には、最初のシークエンス、オープニングがかかるまで、まあうんうん、3、40分ぐらいあったんですよね。まずは水の下のシーンっていうところ。いや、あごめん、その後、トムが出てきた後。トムが出てきて、まあ、要はオープニングまでってところ。潜水艦バトルがあって、あで、その後に、なんかアメリカの お偉いさんたちが集まって、あの後か、そう出てきた。ね、僕はあのシーン、ああいうシーン大好きなんですよ。いや、本当にすごい。前半、潜水士艦のシーンも私良かったと思う。すごい面白かった。うん、で、頂点の全体会議みたいなところで、うん、何回この男映すんだよ、みたいな。そうね。しつこくね、チラッチラ、絶対なんかあるやんってこう、もう散々散らしといてね。だから敵かなとかも思わせつつ。うん、あれ、いいシーンだったよね。面白かった。まあ、一応今回のね、ラスボスポジションが、まあ、エンティティっていうね、と、まあ、なんか、うん、まあ、ざっくり AI みたいな感じで、うんうんうん、こう、なんか、いろんな情報を操れる、暴走した AI がエンティティっていうのでもありますけど、そのエンティティの使者かなとか思いつつ、みたいなところで。そう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 。CIA か、CIA の長官の補佐官に分けてた、イーサン・ハントでした、みたいなところですけど。ね。なんか、早めに、あの、顔、ベローンが出てきて、嬉しいのもありましたね、私。で、顔ベローンして、長官に化けて、あ、俺に化けて出ていくのね、ズチャーンで、オープニングですよ。はいはいはい。いや、良かったでしょ。素晴らしかったでしょ。僕ね、ミッションインポッシブルの、どういうシーンが一番好きって、やっぱりね、イーサン・ハントが、誰かを、はめ散らかしてるところが好きなんですもう最後のというか、最後ってわけではないか。でも、はめ散らか、最初の方が。そう、だから、イーサン・ハントの敵対勢力が、
貯められたってなる瞬間やっぱり一番気持ちいいじゃないですか、うんうんうん、それがオープニングに来たんで、あの最高のオープニングでしたね、うん、導入は最高でしたよ。よかったね、強強だったね。で次が電車、いや電車は最後か、もう空港じゃん。次は空港か。そうで空港のシークエンスが3、40分あって、でその次がローマ、ベネチア、そうローマでのカーチェイスシーンが3、40分あってって感じ。はいはいはい。そうで、その後に列車でのシーンがあってっていうところっすね。うん、いや、全然よかった。やっぱり。ちょっとベタ褒め感が。ここは、ちょっとなしと僕多分意見が異なるところだと思うんですけど。ああ、いいっすね。今回さ、3時間近くあったじゃないですか。はいはいはい。長くねって思ったんですけど。そう、長さはあったかもね。そう。で、この長くなった原因は明らかに、アクションシーンが長いんですよ。うん。今回本当に会話シーンが箸休めなんですよ。アクションシーンやります。今こういう状況ですって、こう会話シーンがちょっとあって、で、アクションシーンがあって、みたいな。うんうんうん。そんな感じじゃなかったんですか？そんな感じ。私もね、あくびしましたよ。映画の見てる間、後半。楽しみながら。来てるじゃん。不思議な感じだったけど、そう、あくびするぐらい、確かに長さはある映画だったですけど、でもね、退屈はしなかった、私は。これ、一番どこがやばかったかなって考えるとね、どこだったかな、うん、なんか僕もあったんですよ、一瞬、あ、やば、俺、今、ちょっと お昼寝の時間も相まって、ちょっと眠気が来てるみたいなシーンがあったんですけど、そこがね、あったんですよね。多分列車シーンの最初の方だったんじゃないかなって気がする。私も一緒ですね。じゃああそこだれてたのかもね、ちょっと列車シーンの。そうで、多分そうなった原因はやっぱりそのアクションから作ったっていうところにあると思うんですよね。うんうん。まあ、っていうのがまず1点。ちょっとまあアクションシーン、まあ2時間、まあ今回2時間どんくらいだろう、まあ、まあ ほぼねほぼ3時間近くありましたけど、うん、2時間ちょいくらいに抑えられるともっとこうすっきりしたんじゃないかなっていう。確かに、もりもりなのはあったかもしれないですけどね。で、もう一個、今回さ、僕、いや、なんか、なしはなんか頭空っぽにして見れたって言ってたけど、僕は、むずい話だなと思ったんですよ。ああ。なんなら、君たちはどう生きるかよりも難しかった、個人的に。で、その難しい原因は何かなって考えたんですけど、うん、それはさ、その、敵と味方のさ、こう、二項対立で進むじゃないですか、話が。はい、はい。で、まあ、稀にこう、三つどもえな感じじゃないですか。うんうん。三つどもえ三組とか、そんな感じじゃないですか。うん、今回、六つどもえですよ、六つどもえ。あれ、わけわかんなかったね。私もわけわかんなかったです、見てる間。ちょっと。途中。そう。そう。というわけで、今回ね、図にまとめました。動画で見てる方は多分。いや、本当ね、わかんない。なんだ？上司たち系の動きと、あとフランスの殺人女みたいなあたりの、あのあたりがやっぱり私もね、うん、おってなったけど、うん、まあいいカーで見てたアクションシーン。そう。だからちょっと、どうすか、なかなか綺麗にまとまったんじゃないかなと思う。はいはいはい。まあ一応ちょっと整理していくとね、まず E3 チームは何したいかっていうと、まあ最初、要はさ、そのオープニングのところでさ、ちょっとこう CIA の、まあ、このキトリッチさん。うんうんうん、キトリッチやってたっけな、ちょっとまあ怪しいけど、まあ、キトリッチにしましょう。うん、CIA の長官、この人は実は1に出てる。らしいですね。1の時はね、なんか IMF のね、なんか長官的なポジションで出てたんですよね。はいはいはい。で、とまあなんかちょっと仲違いするような感じがありましたけど、要はなんで仲違いするかって言ったら、目的が違うんですよね。で、イーサンハントは、まあ、エンティティっていうね、その、暴走 AI の破壊をしたいと。うん。いうところで、まあ、そのためにっていうところで、まあその最初の方ではね、うん、まあ鍵を集めようみたいなことね、キーを集めようみたいなこと言われてましたけど、うんうん、まあ何のために集めるかっていうのも分かってないんで、こう最初から分かってるわけじゃないですけど、目的は。まあ最終的にはね、まあその鍵を入手するっていうことと、その鍵を差し込む先がある、その潜水艦の場所を特定しなきゃいけないっていう、うん、まあ二つのミッションがあるっていう感じですね。うん、そうね。で、まあ映画が終わる段階ではなんか、どうやら潜水艦が関係あるぞっていうのは分かったけど、場所は分かんないみたいなところで終わってるって感じ。うんうん、で、今度はまあアメリカ政府側、こうね、うん、画面で見ると赤いところになってるんですけど、うんうんうん、アメリカ政府としては、このエンティティを破壊したいわけじゃなくて、まあ、エンティティを利用して、覇権を取りたいと、もう世界を自由にできるぞみたいな。うんうん、いうところで、アメリカ政府の意向としては、破壊したい E3 チームと、
目的が違うみたいなとこ、ちょっと、そこでちょっと対立するみたいな感じ。このアメリカ諜報員チーム、かっこコヨーテっていうのは、うん、なんか人が良さそうな、銭形兵士っぽいポジションだった。二人組。ああ。一応なんかね、コミュニティっていう名前らしい。で、まあちょっとコヨーテっていうのはね、なんか、二人組だったじゃん。バディで動いてたじゃん。うんうん。で、黒人の人いたじゃないですか。うん。あの人がトップガンのに出てた人で、そのトップガンの時の名前がコヨーテだったから、わかりやすく、コヨーテと呼ぼうっていう感じでコヨーテって言ってます。まあだから、バディのなんか、まあちょっと、捜査官というかね、まあ調査みたいなポジションでね。で、まあこの人たちは別になんか、その大きい目的はわかんないけど、まあとりあえず命令されたから、イーサンを確保したいっていうね。あと、まあセリフの中でなんか殺してもいいよみたいなことがあったんで、まあ、確保もしくは排除みたいな感じですね。うんうん、でも最後はね、銃撃たないみたいなところで、ちょっと、うん、パート2では、まあ、味方とまでは言わないけど、協力ポジションになるんじゃないかなっていうところですね。なりそうですね、この現場チームの2人はね。だってもう、だいぶほだされてたじゃないですか、雇用って。いや、あいつは、なんか、英語で言うとさ、なんか、グッドとか言ってたからさ、あいつはなんか、いいことしようとしてんじゃねえのみたいなこと、なんかすげえ言ってたんで。もうね、相当、ほだされてたね。そう、もう、フラグピンピン丸ですよ。っていう感じ。そう、だから次が分かりにくいんだよな。そうね。で、次が、まあ、ガブリエルさんですね。まあ、今回の一応、ラスボスポジション。はい、で、うん、まあ、パート1の中では少なくともなんか、まあ、エンティティの代理人的な感じでね、暴走 AI そうだった、ね、ために動いてるとか、まあ、暴走 AI に選ばれた人だよ、みたいな感じでね。そうで、なんか、まあ、発音的にはね、ゲイブリエルさんって言われてました。ゲイブリエルって言ってましたけど。そう、なんか、で、どうやらイーサンと過去の遺恨があるっぽいぞっていう感じ。まあ、全然分かって、あれ、過去作見てても、いまいち分からない感じ。あれはね、多分ね、IMF にね、入る前の話っぽいんですよね、多分。あ、言ってたよね、なんか。じゃあ、描かれてないから、分からないやつってことか。なんか、どうやらなんかイーサンと過去の遺恨があるらしくて、そこになんか、一人、女性が関わってるっぽいぞみたいな。うん、で、その女性も誰かは謎って感じ。うんうんうん、きっと、パート2で、そこら辺のね、ゲイブリエルさんと、関係は分かってくるでしょうっていうところですね。なるほど。で、まあ、このね、ガブリエルの目的としては、まあ、エンティティを破壊されないようにするっていうね、エンティティの存続っていうところがあるんで、うん、やるべきことは E さんを排除するか、まあ、鍵をね、自分たちで確保しておくか、潜水艦の居場所をね、E さんにバレないようにするっていう、この3つってことですね。うんうん、だこの裏返しが E さんたちの目的ってことになるわけですよ。うんうん、まあ、E さんを排除されずに、鍵を確保して潜水艦の場所を発見す、特定するっていうのがイーサンチームの目標。うんうん、で、このガブリエルに雇われたフランスのね、暗殺チーム。このマンティスって書いてるのは、これはあれですね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーで感情を操る。あ、あの子か。あの子なんだ。あの子ですよ。ね、その役名がマンティスなんで、今回はちょっと、まあ、パリスっていう分かりやすい。パリスってのもなんかすごいね、フランスでパリスって言ったら、まんま感はありますけど、ちょっとガーディアンズ・オブ・ギャラクシー知ってる人はマンティスねって、感情を愛する、はいはい、なんかこう、頭から触覚が出てるでおなじみのマンティス。動ける子だったもんね、確かに。そう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 。で、このね、パリスの暗殺チーム、マンティスの暗殺チームは、ガブリエルの指示でね、イーサンを排除するっていうのが、まあ、目標になってるってことですね。うん、で、最後はね、ホワイトウィドウっていう、まあ、武器仲買人みたいな感じで、これは一個前にも出てる人たちですね。一個前の、うんうん。フォールアウトか、フォールアウトのところですけど、うんうん、まあなんかこうね、なぜかね、これ本当謎なんですけど、なぜか鍵を一個持ってて、まあ、これ鍵がね、二つで回ってたのでね、マジで謎に片方所持してて、まあ、これを使って人儲けしてやるぜ、みたいな感じですね。元から持ってただっけ？そうか、そうか。そうだね。一つは持ってる。なるほどね。だからこう、最初、初見の時はさ、なんか、誰が何の目的で動いてんだっけみたいなのが、ちょっと分かりにくくなかったっすか？分かりづらかった。で、さらにさ、この、最後の列車のシーンでさ、うん、入り乱れない。その、入り乱れる。CIA 長官のキトリッチさんと、うんうん、同じくらい偉いポジションのメガネおじさんいるじゃないですか。はいはい、あの人は、アメリカの一人自とも敵対してる、敵対する動きを取ってたの。いや、あれはね、同じでいいの、同じで。同じでいい。グルだったんだ。グルというか、同じ作戦を実行中だったんだ。そう。要は、アメリカ政府チームとしては、エンティティを利用できればいいから、うんうん、ここでうまくちょっとね、ガブリエルと俺たち協力関係
結ぼうぜみたい な, なんかそういう感じですね。なるほどね。でパリスがなんか殺されたのもそのあたりのシーン、うん、殺されナイフを刺された。ああそうね。だ要はパリスはあのイーサンになんか命を救われたシーンがあったじゃないですか。あれでほだされてんの、あの子。そうそう、あれでほだされてちょっとガブリエルに反抗するようなことしたから逆に仕返ししたみたいな感じです。ああチョロガールでしたね意外と。そうなるほど。ただパリスは死んでないんですよ今回。あ脈があるぞってそういえばコヨーテ言ってたね。なんかまだいいっすね。もうコヨーテって使い始めてるところが最後もうね、あの全然違う映画だけど、あのマンティスはコヨーテがあの生きてるのを確認してるんで。そうそうね。だから多分次回仲間ポジションで出るんじゃないの。こっちは。あちょっと出る。なるほどね。はい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 。なんとなく分かりました。分かりました分かりました。あの本当メガネの偉い人とマンティスさんの動きがちょっとわからないまま見てたんですが、うん、理解できました。ちょっとねややこしくなってるよね。そうあのガブリエルも、うん、なんかねよくわかんないからそうガブリエルに関しては今回ほぼ情報が出てないんだよ。そう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 、まあ、とりあえずだからエンティティのために動いてんだなみたいなところしかわかんないからさ、うん、過去のどういう人かっていうのが全く見えない回だったなって感じ。ガブリエルとあのメガネ偉いおじさんとの会話の部分が特になんか嘘をついてるのかもしれないしみたいな感じで、うん、私的にはごちゃごちゃっとしました、ね。うん、そうね。まあお互いちょっとねその敵対してるのかどういう関係なのかちょっと分かりにくいってところはありますよね、うん。まあでもねポイントを押さえてればまあちょっとざっくりね分かりやすく言うとこんな感じになりますよ。なるほどね。分かりやすいですね。それをぐーっとまとめて言うと今回のデッドレコニングはパート2への大いなる伏線じゃないですか。まあねパート1、2と分けた時にはこの感じですよね。だからその物語がさ進んだかといえばさ別に大して進んでないんですよね。鍵を2つゲットできてよかったねっていうところだから、ね、そうだからもう本当に大いなる伏線だし このアクション見せたかったですっていう回だったなっていう感じ、うん、鍵もねアクションシーンの間にうまいこと吸ってましたっていうあれだもんね。そうだからもう鍵もさもうあっちに行ったりこっちに行ったりするじゃないですか。するね。もうどない成中ねみたいな感じのね。だからその、はい、このどの勢力がどういうつもりで動いてるのかっていうのと鍵がその行ったり来たりしてるからこう余計にね。分かんない。最初の空港シーンのあたりとかも私まだよく分かってないわ。鍵の動きとそのみんなの意図みたいな。そうね。それぞれがどのチームに所属してるかも分かんないしね。うん。話の筋は分かりづらさがありますね。あとあの前作前々作のヒロインの突然の死です。あのジェダイっぽい服着て戦ってジェダイっぽい戦い方で戦って負けちゃった人だよね。そうですね。イルサかな。イルサ。あのアクションシーンも良かったな1対1の。だイルサはさ前作前々作のヒロインポジションっていう感じ。うん、まあただ一つ言えるのは。うん、まあ、ミッションインポッシブルシリーズで、まあ、今回ね、7作品目っていうことはあるとは思うんですけど、ぶっちゃけ過去6作品見てなくてもまあ大丈夫かなとは思うんですよ。大前提。全然大丈夫だと思いますね。そう。なんか、前の作品知らないと、なんかついてこれないネタがあるかって言ったらそんなことないんでね。うん、大丈夫だったね。私も全部うろ覚えてしたけど、全然面白かったですね。なんか、まあ、ね、キトリッチが出てるとかね。まあなんか、うんうん、前作前々作のヒロインが出てるみたいなとこはありますけど、まあなんか、なんか関係があるのねみたいな感じで、なんか、ね、別に知らなくても全然いけるかなと思う。強いよね、その。あと、私はあの、ヒロインというか、今回新チームに入った女の人がいるじゃないですか。うん、忘れちゃった、はい。グレイスだっけ、うん、グレイスですね、グレイス。グレイスさん。はい、グレイスさんの出方と絡み方が良かったなと思います。あの、うん、新人スパイっていう役割をスカウトされるところから担ってるじゃないですか。うん、ただの都合で3の人みたいな、うんうんうん。あれがなんかちょっと新鮮さもあって良かったなって。なんか最近のアメリカ映画の女性キャラの中で結構好きな方だった。だいぶいいなと思う。なんかインディーのあの女性キャラクターと比較しちゃって自分の中で。全然、はい、こっちの方がいいなっていうふうに。いや、だってほら、インディのヒロインは、ちょっと目的が分かんないじゃないですか。目的分かんないけど、こっちは、あの、その、おバカ
脚本作りなのにアクションシーンから作ってる割に、ちゃんとその成長あって覚悟があって、もう最後、スパイとしての国を救うみたいな側に立つっていう自覚の瞬間もはっきり見れたりして、よかったなって。まあだからその、新人エージェントの感情端的なところもありますよね。そうそうそう。運転下手くそなあたりも。ちなみにこの女優さん、とある重要な映画のに出演してまして。はいはい。あれですよ、キャプテンアメリカシリーズのヒロインですよ。キャプテンアメリカの恋人役というか。キャプテンアメリカのシリーズのヒロイン。ペギー・カーターですよ、ペギー・カーター。ウィンター・ソルジャーとかの、そういう時代のキャプテンアメリカの。あ、そうなんだ。全然覚えてないわ。まあわかるよ、その気持ちはわかる。俺も気づかなかったもん。あれこんな顔だったっけみたいな感じ。全然覚えてないな。そうか。じゃあちょっと見せようか。これですよ、これ。あ、全然気づかなかった。メイクが違うからかもね。そうね。これですよ。って言われれば、あ、そう言わればそうだったかもしれないって感じじゃないですか。うんうんうん。こうやって見ると全然違うよね。全然違く見えるね。本当にやっぱ、メイクで全然変わるんだなって感じです。確かにな。だから、マーベルシリーズ見てた人にとっては、あ、この人だったのね、みたいな感じですね。うん。そうね、全然違う印象だな、なんか。本当に、キャプテンアメリカの方だとアメリカ娘って感じだけど。今回そんな感じしなかったもんね。うん。まあ、あとは、まあ、アクションはちょっと一個ずつちょっと掘り下げていくと、まあ、最初のね、まあ、もう一回言うと、潜水艦のシーン、まあ、アメリカのね、うん、お偉い長官たちの会話シーンからのシーン、うん、で次が空港。そうね、空港でもちょっと、そんなにアクションしてないのか、思い返してみたら、ね、サイモンペグが爆弾で騒いでるのと。そう、追って追われてみたいなところですよ。うんうん、なると、やっぱまあ、その次のローマの、うん、まあ、カーチェイスシーンからって感じですよね。カーチェイス、よかったね、黄色いちっちゃい車。フィアットね。フィアットといえばあれですよ、日本だったの、カリオストロの城でおなじみのルパン三世。そうなんだ、あの車なんだ。そう、ルパン三世が乗ってるやつですね。はいはいはい、いいですね。まあ、フィアットと私っていう小話を10秒ぐらいすると、はい、まあ、昔好きだった女の子が、私将来はフィアットに乗りたいのって言ってて、ああ調べた記憶があるなぐらいの感じです。はあ、こんな車があるんや、みたいな感じ。甘酸っぱい思い出なのかな、よくわからない。まあ気にしなくて大丈夫です。甘酸っぱくなさそうだな。まあ日本でもね、そういう文脈が。案外いる車なんだね。まあ、そう。まあなんか可愛らしい車っすよね。うんうん。なんかまあ根強いファンがいる。まあイタリアの車って感じですね。なんかね、予告編の前でね、うん、フィアットのダイレクトマーキングみたいな、CM みたいなの流れてました。ちょっとネタバレされました。そこで。あのシーンの。あ、よくないじゃん、それ。よくない。よかった、見なくて。商業主義でよくないよね。え、それなりもう、フィアット発売中みたいな感じなの？そう。走る楽しさ、みたいな。知ってたんです、あの黄色いのが出てくるの。これ以上ない、いい宣伝だよね、フィアット的に。うん、そうね。ね、だうまいこと資金も集められるだろうし。うん、スマートなやり方だったんじゃない。で、まあそこで、まあ、カチェシーンが終わったら、謎のね、電車に引かれそうなシーンもちょっと挟みつつっていう。はいはいはい、はい。で、その次の空港、カーチェイス。次も列車に乗り込んだ女性と、あと列車に乗り込むためにバイクで走りまくるトム・クルーズ。だほら、その前にさ、まあ僕は作戦シーンが好きなんですよ。ああ。じゃあ今回の作戦はこんな感じでいこうみたいな感じで。うん。あの基地っぽいところでのシーンも全部、私は良かった。ベタ褒めだけど全部良かったと思います。あの、仲間のメカニックというか、うん、パソコン系の人の状況整理の感じのも良かったし、うん。そうね。ルーサーの方、うんうん。ガブリエル殺しちゃダメだよみたいなやつ。そう。そう、サイモンペッグ、あの時、いいとこあったっけ？サイモンペッグはほら、一応マスクを一人分は作ったじゃん。確かにそうね。一人分は作ったじゃん。
頑張ってたね。サイモン・ペッグそれに空港のシーンで頑張ってたもんね。そうね。確かに。サイモン・ペッグって日本人みんな好きじゃないですか。私も大好きなんですよ。そうね。なんだろう、やっぱ愛嬌がある感じが好きなんじゃないかな。いいよね。映画、出てる映画もいいし。外国でもそういう感じの人気なのかな。いいね、みたいな感じの。どんな感じ？なんか、わかんないけど、日本で言うと誰なんだろうね。小日向さん的な感じかな。ちょっと年齢は違うけどさ、ちょっと愛嬌ある人みたいな。うん、愛嬌ある。いや、でも小日向さんはちょっと怖さが勝つからな。アウトレイジさんの。そう。誰だろうな、日本だと愛嬌ある、なんか演技派。コメディチックでもあると。そうね。そう、愛嬌より、誰だろう。あ、大泉洋さんとかそんな感じなのかな。ああ。あり得るね。そんな感じなのかな。主役も張ることもあるしさ。うんうん。で、ちょっとなんかコメディリリーフというかさ、基本的にこう、うん、愛嬌あって、みたいな感じ。いいよね。なんか場が和むからさ。タイムペック出てくると。やばーってなった時にこう迎え来たとことかよかったよね。うんうんうん。あとその、列車のシーン見て思ったのはさ、うんうん。最近見たさ、うん。インディー？そう、インディーの、アンティキティラ等の機械こと運命のダイヤルとなんか、ダブりませんでした。ダブりましたね。また電車かみたいな感じというか。ちょっと話せばよかったのにって思うよね。ちょっと話して、じゃあうちは電車やめときますみたいにすればよかった。あとちょっともう共通点で言うとさ、まあちょっとインディのネタバレも若干含むというちょっと前置きをしつつ、まあ電車の中で戦います。だから最終的には電車の屋上で戦う、屋上っていうか屋根の戦いますからの爆発が起こりますっていうなんか、うん、その3点セットよ。同じだった。橋の感じもね。なんかあれ、デジャビューかなとか思いながら。どんだけ電車の上で戦うの好きねんって、まあまあ、だから電車が出てきた時点でそうなっちゃうよね。うん、なっちゃうんだろうね。しょうがないよね。しょうがない。トンネルの感じの演出とかもやっぱり、ああなっちゃうんだろうね。しょうがない。ウルバリン侍でも、電車の上で戦ってたし。あ、そんな、あるんです。鬼滅の刃無限列車編でも電車の上で戦ってたし。まあまあまあ。まあ、だね。しょうがないよねって感じで。だ電車は私、落ちていく電車が本当面白かったです。ああ、あれね。なんか、どこまで CG かわかんないけど、なんか、本物のセット作って。落としてるだろうね、あの人たち。あ、しかもそれが、オリエント急行っていうね。うん、ね。いや、だから電車のシーンもさ、なんか、爆破回避できて終わったかと思ったら、そっからまたアクションやるから、ね。うん、そう、あれが。これやりたかったんだな、みたいな感じ。そう、それやりたかったんだな、なんか、ステージ1クリアーみたいな、ステージ2みたいな。そう。あ、こっからまたもう一展開、あ、結構長めでやんのね、みたいな感じというかね。落ちてくれしたの、キッチンの、うん、あの感じ、私はね、すごい好きだった。うわぁ、キッチン大変、みたいな。食材が、みたいな感じで。そうそう、油びちょびちょびちょと、ガスが、みたいな、あれが良かったです。なんか笑っちゃったね、まあね、まあそんな感じですかね。まあ本当にこんな感じなんだよね。展開はまあいつも通りって感じですよ。私まあパート2もまあ大体ね、予想はできて、ここまで伏線張ってもらったら。あ、じゃあ、ついに。いや、それはまあそんな、またね、ほら、今スト中じゃないですか。ああね、時間、延期するかもっていう話だもんね、そうですよね。一応今のところ来年公開予定ですけど、まあ、ストの影響でね、まあ、どうなるか分かんないんで。そう。だからまあ、それはもう分かってて、まあ、展開としてはね、まあ、このガブリエルとイーサンの関係を明らかにしつつ、敵対してた勢力が一部仲間になったりして解決するっていう感じじゃないですか。うん、まあ、そうだよね。潜水艦に潜入するんだろうね、頑張って、みんなで。だからそこがだからインポッシブルポイントになるのかな。インポッシブルポイントだろうね、今回の。だからパート1はね、あんまりインポッシブル感がなかったんだよね。いや、それ無理じゃねっていうのが。そうね。列車に乗り込むっていうところだったね。完全ギャグシーンだったけど。いや、列車に乗り込むはなんか、まあなんか期待値高まってるせいかもしれないけど、やりかねんじゃないですか。インポッシブル感がちょっとなかった。あ、確かにね、6分息止めるとか、具体的な、うわ、絶対無理でしょ、それ、みたいな、そういうのは。え、ブルジュ・ハリファの壁を伝っていくんですか？無理じゃないですか？みたいな。確かに、取っといてるんだろうね、じゃあ、普通に。そうだ、今回だから、多分それ、次回はそこかなっていうね。いや、ちょっと、え、潜水艦、
中に入るの不可能じゃないですかっていうのをこうどうにか、どうやってこう作戦会議でクリアしていくかみたいなのがまあ次回の見どころなのかなって感じはするけど。確かにね。絶対でももう1年経ったら忘れてるわ、この前。なんか、きっと、もう何も覚えてない気がする。ねえ、この、その時はこの音声を聞き返せば、ああ、こんな話だったなってわかるじゃないですか。そうですね。なんてコスパのいいコンテンツなんでしょう。で、まあ、ちょっと最後にね、ちょっと一つ話したかったのが、はい。二部作問題とその解決法みたいなところなんですけど、うん。ナッシーが毎回二部作に分かれるやつは、まあ、怒り心頭じゃないですか。うん。だけだと。でも、ちょっと考えてくださいよ。それを理由に生きる活力にすればいいじゃないですか。僕はたびたび言ってることではあるんですけど、こう、人はね、何のために生きるかってあるじゃないですか。うん、人は何のために生きるかっていうのがあるとは思うんですけど、まあ、その中で、人生の目標とか、誰かのためにっていうのも、まあ、非常に大層立派な生きる目的ではありますけど、うん、人もない人だっているかもしれないじゃないですか。うんうん、そういう人におすすめなのは、あの作品を見るまで死ねないでいいじゃないですか。まあね、まあ、否定はしないですよ、本当に。確かに、なんか最近、その人生長いから、暇つぶししっかり考えていかないとっていう話も聞いて、そういう意味では二部作っていうのは、いい楽しみ方なのかもしれないですね。その長くこのやきもきする感情っていうのは、それを楽しんだ方が。で、それをこう常に更新していけば、あとじゃあ3ヶ月は生きようって思えるわけじゃないですか。少しずつ。確かにね。いやでもね、私もね、3ヶ月後公開だったらこんな怒んないですよ。怒んないというか。いや、まあだから一旦、2部作の場合は忘れるんですよ。もうね、それがな、まあ、ちょっと前までは僕は、エヴァンゲリオンが完結するまでは死ねないと思ってたんですよ。なるほどね。で、エヴァンゲリオンが終わった後は、新ウルトラマン見るまでは死ねないと思って。うんうんうん。あとは新仮面ライダー見るまでは死ねないと思って。そうね。そういう楽しみ方だよね。まあ、じゃあ今はどう思ってるかって言ったら、まあ、今で言うと、進撃の巨人が、のアニメが完結するまでは死ねないと思ってるんですよ。おぉ。なるほどね。で、進撃の巨人のファイナル完結編、パート何かもはやわかんないけど、が終わった時にはまた次の、そしたらその時はもしかしたら、ミッションインポッシブル、デッドレコニング、パート2が、を見るまでは死ねないになってるかもしれないじゃないですか。うん。いや、そんなこう1年単位だとこうしんどいから、3ヶ月後半年後の、まあ、あれがあるまでは生きてもいいかなぐらいのテンション。そうね、まあ、逆に言うとそういうのを与えてくれてると思えばいいんじゃないですか、うん、まあね、これぐらいのバランスだったら。いや、そうやってこうなんか少しずつこうなんかまあなんかその人生の目標とか誰かのためにっていうのだと、それを感じれなくなった瞬間にタナトスが来ちゃうじゃないですか。そうね。そういうなんか大した、その大層なものじゃなくて、うん、もっとなんかこう、低い次元の楽しみ。あれ見たい、うんうん。あの漫画の新刊、最新刊見たいなと。あの漫画を完結するまでは生きようかなとか。うん、このアニメ、ね、この映画、このアニメが放送されるまでは生きようかなって感じで、こう、少しずつ生きる意味を見出していくっていうコンテンツで。うん、じゃあ、それがちゃんと公開されるようにお金を落としていこう、ぐらいな感じでいいんじゃないですか。まあね、確かにそういうふうに聞くと、いい面もあるかもなって思うように感じるな。あんま真面目に生きすぎるとしんどいじゃないですか。確かに。まあ本当にね、生きるっていう部分だったら、こういう軽い理由も確かに理由になる時がある気がします、ね。おかげさまでさ、まあ言うてさ、まあ今年見た映画もそうですけど、面白い作品が出てくるじゃないですか、毎年毎年。出てくるよね。言うて。なんかね。それをたかだかね、数千円で享受できるわけですよ。いやね、結構映画見る習慣取り戻して、今こうやって、よかったなと。芸術作品って言ったら映画はあれかもしれないけど、人がこう、人を楽しませるために直で作ってるものっていうのはやっぱりいい気がするね。ちなみに今回のデッドレコニング制作費、うん、まあ、日本円にするとなんか、ちょっと140円でしょ ?1 ドル、そう考えると、280億ですよ。いやー、相変わらずですね。なんか。ジブリの映画なら、ジブリの映画なら、14作品作れる。えぐくないですか？えぐいね。金かかっ、ありがたい話ですよ。まあね、さっきちょっと苦言めいたことも言いましたけど、大絶対楽しんでるんで。
そうね。そう。大前提、家が見させてもらってたっていう、その感謝の気持ちは持ちつつ、そう考えると、まあ、僕はなんで映画好きになったかって言ったら、贅沢な趣味だなと思ったんですよ。こんなに多くの人が関わって、うん、なんか全力で面白くさせようってしてくれてるものじゃないですか。まあ、お祭りだもんね、あれって。それをそれ、たかだか、たった数千円ですよ。スタバのコーヒー何杯分ですか ?3 杯分 ?4 杯分かわかんないですけど。まあ、で、見れるならありがたい話じゃないですか。まあね。あんまりコスパで語るのは良くないと思うんですけど、いやコスパ30丸だと思いますよ。映画という、うん、いい映画に当たった時はね。いや、悪い映画も含めて楽しみましょうよ、そこ。そうね。そこはそう。迷ったら見に行くっていう、この習慣はいい習慣だと思いますね。だからそんな感じでね、こう、仮に二部作分かれてたとしても、まあ、なんか、ちょっと生きる目的を与えてくれたな、ぐらいな感じで、ポジティブに。こうやって世界の見方によって、幸福感を感じるかどうか変わってくるじゃないですか。うん。それはそうかもな。私、二部作だったら絶対、二部作でこのラジオやってなかったら、絶対見てなかった。インポッシブル、これは。でも劇場で見て、面白いなって思える作品だったと思うんで、アクションシーンの質的にも。そういう意味でも、良かったかもしれないですね。皆さんにも、二部作だからまた今度でいいやっていう方多いと思いますけど、劇場で安い日に行くのは本当に気晴らしになると思いますよ。ミッションインポッシブル、ね。確かにね。一のつく日に見に行ってもいいし、まあ、東宝なら、うん、まあ、東宝じゃなくても、なんか水曜日のね、映画の日とかでね、見に行く分には全然いいんじゃないですかね。長めにやるんじゃないですかね。そうね。まあ、夏休み映画だしね。これからじゃあそんな来るかって言ったら、まあ、そんなに、こっからドカンって来るのは、あれぐらいじゃん。車が変身するやつ。トランスフォーマー。トランスフォーマーぐらいじゃないですか。よく考えたら、家族で見れる映画でしたね。全然。グロもないし、エロもないしね。なかったっけ?確かに、グロはないね。グロないよね。ナイフがちょっと突き刺さるぐらいじゃない?本当の血が見えたの。そうね。やっぱそこら辺、JJ エイブラムスと違いますね。私の頭の中の爆弾が出てくるんでね。ね、かわいいアクションシーンみたいな感じになった。確かに残虐なシーンなかったかもね。冒頭のね、うん、本来凄惨になってもおかしくない、銃撃シーンも。うんうん、砂漠の中での銃撃シーンあったじゃないですか、うんうん、あそこも別にそんな残虐な感じでは描いてなかったし、そうね、そういえばそうだね、今話して気づいてだいぶ抑えてるね、これは意図的に綺麗にまとめてましたね、うん、まあ、でもちょっとね、ナチのまあポジティブな発言持ってたところで、まあ、そんな感じですかね、そんな感じですかね、まあ、とりあえず大前提楽しかったですよっていうところですか、ね、楽しかったですね、もしミッションインポッシブルデッドレコニングすでに見たよという方はね、感想をシェア、コメントでシェアしていただけるとありがたいですというところですかね。そうですね。はい。温かい応援のコメントもお待ちしておりますということで、何人かいただいている方もありますけど、ありがとうございます。ありがたいですね。ありがとうございます。非常に励みになりますというところですかね。ありがたいよね、ナッシーね。いや、本当ですよ。ね。たまにはコメント返してあげたら。反数してるよね、ずっと。いただいたコメント。そうですね。ちょっとコメントをちょっと返すことはちょっとしてないかもしれないですけど、ありが、温かいコメントは目を通して反数して、あ、いいコメントありがとうございますと、心の中で思ってますんで、ぜひ書いていただきますとありがたいですというところですかね。じゃあ今回はこんな感じで大丈夫ですか?大丈夫ですね。はい。じゃあ、皆さんもぜひ劇場でデッドレコニング見てくださいというところですかね。はい。というわけで、今回もありがとうございました。ありがとうございました。